冬島大産6月2日の1981年12月24日は日本の映画監督、脚本家である。本名は全室、小四郎。脚本家デビュー時の筆名は全室小四郎。1901年6月2日、京都府京都市の酒造業の家に全室、小四郎として生まれる。旧姓、大阪高等工業学校機械科を中途退学して、 京都大学機械科女子となる。1920年前後に、阪神電気鉄道に入社、同社の沿線の標高県向郡なるお村に住んでいた、佐藤孝六に指示した。当時の佐藤の所生に、後の映画プロデューサーの竹井亮がいた。1924年、佐藤が、東亜キネマ公用設営所に招かれて脚本部長に、就任すると、冬島も入社し、同部に配属された。 全室小四郎の名で執筆した脚本が採用されて、細山清松が監督し、1926年、脚本家としてデビューする。同年、京都の当時印撮影所に移動になり、石田民造、広瀬五郎に脚本を書いた。東亜記念までは10本のオリジナルを含む13本の脚本が1927年までに映画となった。同年、 キヌガサ・テイノスケが主催するキヌガサ映画連盟に参加し、冬島大蔵を初めて名乗る。4本のオリジナルを含む8本の脚本が採用され、いずれもキヌガサが監督した。鬼あざみはフレット・ニブロ作品を本案したもので、ニブロが原作にクレジットされている。同年中に、坂東つまさぶろうが主催するバンド、坂東つまさぶろうプロダクションに参加、安田憲法が監督した。 市川松之助主演作、コーマをオリジナルに書き下ろし、翌1928年には、助監督を経験せずに、自らが書き下ろしたオリジナル脚本をもとに、梅若霊三郎主演作、人五53次で、監督としてデビューした。木の笠作品も、バンズマプロ作品も、松竹ネ和が配給していたことから、同年のうちに、松、竹下かも撮,撮影所に移籍した。 同撮影所入社第一作は、オリジナル脚本による、坂東樹之助主演作品、夜の裏町であった。自作は、林長次郎主演作、鳥部山真珠で、以降、長次郎主演作を連打した。1930年には、同年のヒット作、何が彼女をそうさせたかに代表される、傾向映画、シャドウオリジナル脚本で監督した。翌百三十一年、 二度目の独立を果たした月型龍之介の月型プロダクションの第一作、直木35原作のトーキー作品、白来文明街を監督した。冬島の初のトーキーであった。歌声を夏青なつ、聖十郎1932年には、小野菊太郎の主催する小野菊太郎プロダクションに移籍、大衆文芸映画社との提携による、サイレント映画、ルテンのガンを監督した。 同プロダクションでは7本を監督し、いずれも新興キネマが配給した。1933年、小畜下鴨に戻った。1941年公開の原読所で監督作は途絶える。翌1942年2月、第二次世界大戦回戦による戦時統合で新興キネマ、大都営が日活の制作部門が合併して、 第日本映画制作が設立されたが、冬島は、同社の大影響と第二撮影所で、森一世が監督した、大阪町人の脚本を書いた。ゼニガタ平次戦後第1作は、1949年、新演ギザが制作した、長谷川和夫主演作、足を洗った男であった。新演ギザで、合計5本を監督し、1950年末に、伊藤プロダクション制作。 新東宝配給の女左前翼名部刀流の巻を監督し、1951年からは大英京都撮影所で時代劇を撮る。松竹京都撮影所、宝塚映画での時代劇を手掛けつつ、1954年に新芸プロダクションで撮った美空ひばり、市川雷蔵主演作、歌子読みな夏聖十郎を機に、新東宝で1955年に6作を監督した。 1956年からの2年間は日活で監督作を手掛けた。1958年、テレビ映画に進出、日本テレビのヤシカゴーレデン劇場の冬の明日を監督した。1960年には東映テレビプロダクションで第二東映配給作品を手掛けた。以降、映画の監督作はない。1960年代はテレビ映画の脚本に専念した。 1981年12月24日に死去した。満八十歳没。無制映画時代にラブシーンの字幕で一苦労あった。現代劇なら愛していますで、ことはすむが時代劇ではこのような言葉は使えない。惚れましたでは俗っぽく、月よでは軽々しいと、冬島が七点抜刀して考え出したのが、お死体申し上げておりましたというセリフの字幕だった。 これは冬島が苦心して生み出した名台詞だったのである。稲垣博士は、慕うという言葉の発見は、作者自身の喜びでもあっただろうが、その字幕を見た私たちの驚きでもあったという。以後この台詞を真似たものがたくさんあったのは事実である、として、稲垣は、それほどこの、おしたい申し上げておりましたは、大発見であったのであると語っている。脚本。 歌祭り江戸っ子金山鳥物町。ありがとうございます。